トランプタワー、かっこ、TRUMPTOWER は、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨーク市マンハッタン区ミッドタウンの5番街に立つ超高層ビルである。同建物は、アメリカの不動産王ドナルド・トランプとエクイタブル生命保険が共同所有し、デアスカットが設計を担当した。58階建てで、ニューヨークでは52番目の高さを持つビル。1997年以降、ミス USA、ミスティーン USA、ミスユニバース優勝者がここで共同生活している。また、NBC のテレビ番組、アプレンティスの最終回の収録場所にも知られている。2014年現在、マイクロソフトの創始者ビル・ゲイツ、歌手のビヨンセ、ハリウッドスターのハリソン・フォード、ジュリアーニ元ニューヨーク市長など、超一流セレブが多く住んでいる。かつて、ニューヨークヤンキースの松井秀喜や、デレク・ジーターが住んでいたことがある。